卒業生、起立。礼。着席。掃除。厳しい冬の寒さも和らぎ、少しずつ春の足音が近づいてまいりました。本日、新たな世界へと羽ばたいていかれる卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。今日で皆さんとお別れすることを思うと、寂しさで胸がいっぱいです。松蔭高等学校、丸亀校、高松校は先輩後輩の垣根がなく、誰にも気さくに声をかけてもらえる場所です。新しい学校に馴染めるかどうか不安な私の気持ちを理解し、優しく声をかけ、温かく迎えてくれたことを今でも覚えています。普段の何気ない会話やレクリエーションの中で、私に安心と自信を与えてくれました。また、将来に向け黙々と勉学に励み、努力する姿、励まし合いながら進学や就職という大きなものに立ち向かい、自らの未来を切り開いていく姿は、私たち後輩に大いに刺激を与えてくれました。その他にも、学校行事ではリーダーシップを発揮され、手際よく準備をする姿に憧れ、率先して盛り上げ役になってくれる姿には、頼もしさを覚えました。体育で競って汗を流したこと、化石発掘やラフティングなどのさまざまな体験学習や旅行で一緒に過ごした時間は、私たちにとって大切な思い出です。その中でも印象に残っているのは文化祭です。夏から始まった準備で共に過ごし、交流を深める中で、人との絆や諦めないことの大切さを教えていただきました。いつも私たちが活動しやすいように気遣い、自ら動く姿勢を見せてくれました。そのような周りへの気遣いの心を、私たちが受け継ぎ、次の代へと伝えられるよう努力したいと思っています。これから皆さんはそれぞれの道に進んでいかれます。夢を実現するまでは決して簡単な道のりではないんでしょう。新しい環境に不安になったり、さまざまな困難や壁にぶつかることもあるでしょう。しかし、皆さんならば強く挑戦する心で乗り越えていけると私たちは信じています。どうかそれぞれの場所で自分の輝く場所を築いてください。最後になりましたが、卒業生の皆様のより一層のご活躍とご健康をお祈りし、掃除といたします。令和3年3月4日、在校生代表、岡本彩香。卒業生、起立。礼。